はじめまして、朝倉未来です。アウトサイダー出身なんですけど、で評価低くて低いんですけど、今回実績のある選手を初戦から当ててもらえたので嬉しく思います。試合は地元なんで派手な試合で盛り上げて最後は失神させたいと思います。注目してください。はい、ありがとうございます。はい、対する日置初選手お願いいたします。どうも、日置初です。よろしくお願いします。今回、名古屋大会ということで名古屋を盛り上げるためにも、参戦させていただくことになりました。今まで培ってきた MMA の技術を見せたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。日置選手に質問なんですけども、昨年10月に高谷選手とやって以来の試合になると思うんですけども、なぜこのタイミングで復帰っていうのを決意したのかって、やっぱりこの復帰に関してかなり気持ち的にこう揺れるものがあったのかどうかっていうことをお聞かせ願いますか。はい、確かに復帰に関してはちょっと悩んだところもありました。もう、このライジンという舞台で、地元名古屋の格闘技を盛り上げるという意味も含めて、相手も、今若手で、乗っている選手なので自分の中でも挑戦したいと思いました。朝倉選手からコメントをいただきましょうか。対戦相手の印象ですね。試合が決まってから、ほとんど試合見させてもらったんですけど、打撃は結構穴があるなっていうイメージで、組とグラウンドが強いなっていう印象ですけど、僕もやすやすテイクダウンは取らせないんで、面白い試合になると思います。はい、はい、では対する日置選手、対戦相手の印象いかがでしょうか。勢いがあって、独特の感覚を持っている選手なんじゃないかなと思います。強い印象ですね。はい、はい、ありがとうございます。改めて杉山選手、中井凜選手の印象ですね。今マイク、すいません、ありがとうございます。ストラスター選手、改めてどう思いましたでしょうか。はい、ちょっと今マイクをお持ちしますね。ストラスター選手、はい、はい、すみません、ありがとうございます。